皆さんこんにちは、サンライズトラベルです。本日は近鉄名古屋駅に来ております。今日は近鉄八幡系電車特急火の鳥に乗って鶴橋まで向かいたいと思います。時刻は15時58分、あと2分で火の鳥は出発してしまいます。1号車と6号車にはこのようなコーヒーなどの飲み物やお菓子、グッズなどが売ってあります。今日の列席はプレミアムシート。早速自分の席に向かいたいと思います。見てください、見てください、グランクラスのような席になっています。この値段なんと約6000円、安すぎます。今日は鶴橋まで向かいます。この電車は大阪難波行き、停車駅はなんと4つ。停車駅は近鉄名古屋で言うと鶴橋、大阪上本町、そして大阪難波の順に停車していきます。いやすごいですね。というわけで早速席の構造について説明したいと思います。まあ、ボタン式となっておりまして、ここを押すと腰回りが温かくなります。これを倒すと、まあ、背もたれが倒れたり、まあ、起き上がったりします。このようにですね、かなり深く倒すことができます。ちょっと動画じゃ分かりにくいですかね。あと枕もついてありますね。ちょっと分かりにくいですね。結構深くまで倒れるんですよ。この火の鳥にはコンセントもついてあります。それでは早速デッキに行ってみましょうか。さっきもご紹介しましたが、このような自動販売機があります。卵スープやココアなども売ってありました。あとお菓子も売ってあります。実際私は卵スープとココアを飲みました。あとここにはホットコーヒーも売ってあります。お湯は無料なんですね。いろんなお菓子が売ってあります。いろんなお菓子といっても3種類しかありませんけどね。今回はお菓子は買わなかったみたいです。これはココアを買っているところですね。お金を入れるとリングは回ってこのように落ちてきます。このようにプレミアムココアを買うことができました。値段は150円。ここにある火の鳥のマークがついたコップを取りまして、ちょっとスマホを持っているとちょっとココアの粉入れないので、ちょっと今しばらく待ってください。粉をね入れまして、これはまあとりあえずは後でまとめてゴミ箱に捨てます。で、まあこの中にですね、ココアを入れたコップを入れましてね、お湯は無料なんでね、お湯のボタンをポチッと押しまして、お湯が出てきます。水が注がれてココアができました。あとはですね、これでかき混ぜてよく溶かし、よく溶かします。そして蓋をするの前に、とりあえずまあ蓋取って、これはちょっと一旦取りまして蓋を閉めます。こうすることでココアが完成します。
あとですね、このデッキには無料で使えるロッカーもあるんですね。実際、私はバッグを入れることにしました。そこまで大きい荷物ではないんですけど、このように簡単にロッカーを閉めることは、ロッカーを使うことができます。無料ですよ。まあ、ココアを持って行って早速席で飲みたいと思います。あと言い忘れてたんですけど、カーテンもボタン式となっています。これのウィーンって下がっていったり上がったりします。ちょっと面白かったです。このようにですね、上がったり下がったりします。あとですね、近鉄には無料 Wi-Fi というものが ついてあります。このようにログインすることで使うことができます。この近鉄特急火の鳥のすごいところはですね、なんと雑誌書籍要約が読み放題なんですよね。こういう特急列車ってなかなかないんじゃないでしょうか。こうやって雑誌なども、いろんな雑誌があります。国内旅行、海外旅行、週刊誌、ファッション、いろんなのがあります。例えばこのように趣味などをタップすると、このようにいろんな雑誌があります。おそ松さんとか読む人も多いんじゃないでしょうか。今回私は読みませんでしたけども、いろんな雑誌を読むことができます。例えばですね、貨物列車2022とかですと、ローディングした後このようにですね、ちょっとローディング長いですね、ちょっと待ちます。このようにですね、雑誌を読むことができるんです。無料ですよ、これすごくないですか。しかもこのプレミアムシート乗っているのに値段6,000円、しかもこのサービス付き、すごくないですか。いろんな貨物列車の写真が載ってあります。あとはですね、このようなまあ横のまあ手をところをパカッと開けると、このような机が出てきます。折りたたみ式となっていまして、これもグランクラスに似ていませんか。グランクラスは前後にも移動できるんですけど、さすがにそこまではできませんけども、まあいいでしょう。特急火の鳥は爆速で次の通駅に向かっています。火の鳥は日本一短い駅名津駅に到着しました。いや、車内アナウンスも面白いですよ。次の停車駅は津です。英語版も Next stop is 津。いや、面白くないですか。いや、また聞きたいものです。かなり面白いんですね。これが三重県の津駅に到着です。津駅を出発しますと、このように二方向に分かれていきます。左手が、鳥羽賢島方面、右手が今から行く京都大阪難波方面です。その間にはいろんな広告があります。ココア飲んだ後、このように卵スープも買うことにしました。この特急火の鳥のシンボルマーク、
この卵スープは蓋をしない方が飲みやすいですね。次は鶴橋。今回私が降りる駅に到着します。津駅を出発して1時間以上ノンストップです。三重県から大阪までノンストップ1時間20分ぐらいでしたっけ。ノンストップで走ります。こんなにノンストップで走る時はなかなかないんじゃないんでしょうか。もうすぐ鶴橋駅に到着します。大阪の街並みが見えてきました。もうすぐ鶴橋駅に到着します。左側のホームでした。いや楽しかったですね。あんなグランクラスみたいなシートがなんと6000円で乗れてしまうなんて。皆さんもぜひ近鉄8万系電車特急火の鳥に乗車してみてはいかがでしょうか。鶴橋です。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それではバイバイ。